レフトの遠藤くんに代わりまして斉藤くんがピッチャーに入ります。3番ライト吉田くん、6番ピッチャー斉藤くん、7番レフト知念くん、以上に代わります。8回の裏、慶応義塾大学の攻撃は2番小川くんに代わりまして斉藤来年くん、バッターは斉藤くん、静岡高校背番号2。